漢字朗読その31。まあそんなこと、どっちが先や先義立てしたところで無駄ですねんけど、いっぺん間違いあってからは私にすまん思いながら同じ過ち繰り返してたらしいのんで、それ考えたら全然夫に責任ないとも言われしませんのですが、私としたらその点に同情できるいうのは、前にもたびたび言いました通り、夫と私とは肌合えへんのんで、私がいつも愛の相手外に求めてたように、夫に従って無意識のうちにそれを求めてたに違いあれしません。おまけに他の男みたいに芸者遊びするやとかお酒飲むやとかして物足らなさ満たすということ知らん人だけに、なおのこと誘惑に陥りやすい状態にあったので、一旦備えなってしもたら、せき切った水みたいに盲目的な情熱が意志や理性の力を踏みにじくって燃え上がってきて、三つ子さんより夫の方が10倍も20倍も夢中になってしもたなんです。そんなわけで夫の心持ちの変化は大概了解できますねんけど、一体三つ子さんどういうつもりでいなさったのか、そらまあほんまに半分は寝ぼけてなさって、ほんその時の出来心やったのか、それともあるはっきりした目的持ってなさったのか、つまり綿抜きを掘る代わりに夫とそういう風になって、私との間にじっと起こさせて思うままに愛してやろう。どうで自分の崇拝者一人でも行さん寄せつきときたい性分ですさかい、またしてもその悪い癖出しなさったのか、そうやなかったら気ぃついてみたらすまんことした思ってんけど、それでもこないなった方が味方につけるのに都合がええのんで、言うてなさったように夫引き入れる手段やったのか、なんせえらい複雑で裏には裏ある人の気持ちなかなか分かりしませんけど、多分そんないろいろの動機に時の弾みも加わったのやろう思いますね。まあ二人が自白しましたのはずっと後のことですさかい、はじめはそんな深いとこまで考えんと寝ながらぼんやり裏切られたいう感じ持ってて、おめどん枕元へやってきて、奥様もう安心だっせ、あんたとこの旦那様何もかも聞いてくれはりました言うてくれた時も、嬉しいの半分と口惜しいの半分でそんな喜びもせいしませんだのんで、二人も私に感づかれたことうすうす悟ってたらしいのんです。そいでお師範にもう起きられても大丈夫です言われたの、3日目の晩で 浜寺引き上げたのは4日目の朝でしてんけど、その時も三つ子さん、姉ちゃんもう心配せんでもええし、詳しいことは明日あったんとこ行って相談しようなと口ではそない言いながら、気とがめると見えて妙に態度よそよそしいて、夫の方もなんや知らん三つ子さんと打ち合わせしてあるらしゅ、私連れてコールへん帰ってきますと、用事たまってるさかい、恋からちょっと事務所へ行ってくる言うて、じきに出て行って晩の8時過ぎに戻ってきてからも、晩のご飯済ましてきた言うなり、私に話しかけられるの怖がるようにしてますねん。私は夫が人騙して平気でいられる人間でないことよう知ってますさかい、今になんとか言い出すやろう、困らされるだけ困らしてやれよ思って、無理に知らん顔して時間になったらさっさと先寝てしまいましたら、夫はなおさら落ち着かはんばいで、12時になっても寝つかれんらしい寝返り打って、時々ドキ薄め飽きながらそっとこっち見守って寝息うこごてるのが真っ暗い中でもわかるのんです。そないしてしばらく経ちましたら、おい言うて私の手取って、どうや気分ええのんか、もうちょっとも頭痛いことないか、
まだ起きてんねんやったら、僕話したいことあるねん言うて、お前知ってるねんやろ、どうぞ堪忍してくれ、運命を持ってこらえてくれ。そんなら夢なかったんな。堪忍してくれな、堪忍すると一言言うてくれ。そんな言われてもしく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 泣いてばっかりいる私をいたわるように肩させてくれながら、僕あれかて夢と思いたい、悪夢や思て忘れてしまいたい、けど僕忘れることできんようになってしもた。僕は初めて恋する者の心を知った。お前が花井に夢中になったの無理ないいうこと今わかった。お前は僕のことをパッションないない言うたけど、僕にかてパッションあったんやな。あ、僕もお前許すかあり、お前かて僕許してくれるやろ。あんたそないなこと言って復讐する気やねんな。今にあの人とグルになってうち一人ぼっちにさそう思って。バカなこと言いな、僕そんな卑劣な男やない。今になったらお前の気持ちかて分かったさかい、なんで悲しい思いさすもんか。自分は今日も事務所の帰りに光子さんと大手相談してきた。私さえ承知してくれたら、あとは自分が一切引き受けて、綿抜きの方もちょっとも心配ないように片付けてやる。光子さんも明日は家へ来なさるやるけど、私に会うのん決まり悪がってなさって、だから姉ちゃんに謝っといてちょうだい言われてきたと、そないに言うて、自分は綿抜きみたいな不信用な男やないよって、綿抜きに許したこと自分にも許してくれたらええやろ言うのんですが、そらなるほど夫の方は人騙すようなことせんとしても、気がかりやのんは光子さんでんすね。夫に言わしたら、自分は綿抜きと違うよって大丈夫や言いますねんけど、私の身になったらその違ういうこと心配の種やのんで、なんせ光子さんは初めてほんまの男性注文しなさった。そんだけ今までより真剣になんなさるかも分かれへんし、そのために渡してなさっても不自然の愛より自然の愛尊いいう立派な口実ありますし、両親の呵責も少ないですやろし、もし光子さんにそんな理屈言われたら、夫に従って間違ってることをしなさいいうわけにいけしませんし、ひょっとしたらあっちゃこっちゃ解き伏せられてしまいには、光子さんと結婚させてほしい飯田さんとも限りしません。僕とお前とは誤って夫婦になったんや。性の合わんもんこないしてたらお互いの不幸やさかい、別れた方がええ思うと、いつぞそない言われる日来るのやないやろうか。そしたら常時恋愛の自由口にしてながら、いやいや言うことできしませんし、世間の人かて私みたいなもん離縁知られるの当たり前や思うやろ。今からそんな行く末のこと考えて取り越し苦労したとこでしょうがないようなもんの、どうも私にはきっとそないなる運命みたいな気するのんですが、そうか言うて、今の場合夫の頼み聞かなんだら、自分も明日から光子さんの顔見られんようになるのんで、あんた信用せえへんのやないけど、なんや知らん悲しい予感して言うて、しく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 いつまでも泣いてますと、そんなバカなことあるものか、そらみんなお前の妄想や、誰ぞ一人でも不幸になったら三人で死ぬやないか言うて、夫も泣き出して、とうとう二人で夜が明けるまで泣き通してしまいましてん。万事その31、万事朗読その32。さてそのあくる日から、夫は光子さんの家の方の了解運動と綿抜きの方の解決とにえらい奔走し始めたのんです。まず第一に徳光さんとこいて、お母さんに面会求めて、
僕はお宅のお嬢さんの親友であるその子の夫としてお嬢さんから頼まれたことはある。実はお嬢さんは悪い男に付け狙われてなさってと、そんな具合に切り出して、もっともその男は来ない来ないの人間やのんで、お嬢さんの体操は怪我されてへん。ただその男っちゅうのが卑劣なやつで、お嬢さんがその男のため宿してなさるよとか、お嬢さんと僕の妻とが同性愛やとか、あと跡形もないこと言いふらして強制的に証文に判つかしたりしましたさかい、今にお宅の方位も脅迫がましいことを言ってくるかもわかりしませんが、絶対にそんなことを取り上げになってはいきません。お嬢さんの身の潔白は誰よりも僕が知ってます。とりわけ僕の妻との交際がそんな醜いもんでないことは夫たる僕が証明します。ついては僕も友人の立場としてご依頼のお手もなんとかせんならん思ってた際ですから、どうぞこの問題僕に一任してもらえませんか。お嬢さんの安全僕お引き受けしますよって、たとえその男何言うてきても今橋の事務所へ行け言われて直接お会いにならんようにと、めったに嘘ついたことのない人が恋のためにはそないなことまでするなんですやろうか。うまいこと言うてお母さん丸めてしもて、そいから綿抜きのところに出かけて、結局この方はお金で拉致会いた言うて、例の新聞へ売る言うてた証文の写真と種板と夫から渡してあった預かり証と証拠になるもん全部取り返してきましてん。それが2日か3日の間にバタバタと片付いてしもたのんで、なんぼ夫が一生懸命になったにしても、あの綿抜きがそんなやすやす手引いたいうのが、私も光子さんもなんやふに落ちんような気して、写真の種板起こしたにしたかって、複写したあるかも分かれへんし、何企んでるかもしれん。なんぼお金やんなさった言いましたら、1000円言うのを500円にさせた言うて、なーに、あいつかてからくりの種こっきり僕に握られてしもてて、これ以上脅し期間をもたのんで金にする気になったのいやと、夫は安心しきってるのんです。そいでその時はすっくり私らの計画通りに行った形で、たった一人貧乏くじ引いたのをおめどんで、そんなことになってたのに、お前ついてながら主人に知らさん言う方あるもんか言われて、暇出されてしもて、えらい私ら恨んでて、そらまあ、あないに骨折らしときながら、そっちの方へ飛ばしり行くの考えなんだのは、なんと言われても手打ちですさかい、出て行くときにいろいろな文句でやったりして、機嫌取りましてんけど、このお梅丼から後で石返しされるやなんて夢にも思いよりませなんでん。夫は光子さんの家の方にもうご安心です言うてやりましたので、お父さんわざわざ事務所へお礼に来なさるやら、お母さんも私のとこへ来なさって、どうぞどうぞあの通りのわがままもんですさかい、ほんまの妹や思って面倒見てやっとくなはれ、うちではあの子がおたくさんにさえ上がってたら安心してます。どこへ行きたい言いましても、あんたさんと一緒でないと出せしません。言いなさるやら、えらい信用知られてしもて、お梅丼の代わりにお先丼いうおなごし連れて、毎日大平に遊びに来やはって、たまには泊まったりしなさっても、お母さんなんとも言やはれしません。けど、そないにして外部の関係万事都合よう、行くようになりましたら、今度は内部の関係が綿抜きの時よりも一層お互いに疑い不幸を刺されていって、日一日と地獄の苦しみ重ねるようになったのです。
それにはいろいろ理由あるのんで、前は笠山ちゅう便利なとこありましたのに、今ではそんなとこあれしませんし、あっても一人だけほっといて二人が外に出ることなら言いますし、そしたら結局家にいるより一生ないのんですが、備えすると私か夫かどっちぞが邪魔に知られるようになったり、そうでないまでも自分の方から気ぃ利かさんならんようになったり、そこいさして三つ子さんがいつでも弟子なに来いから香炉園行きます言うて今橋の方へ知らしやはるよって、夫はじき帰ってくる、それもお互いに隠し出せせん約束やのんで知らすの仕方あれしませなんけど、そんならそいでもうちょっと早う朝のうちからでも起きてくれはったらええのに、大概2時か3時頃に来やはるさかい、二人きりでいる時間言うたらほんのなんぼもあれしません。夫にしたかって三つ子さんから電話かかったら用事ほっといても飛んで帰ってくるので、そないせんかってもよろしいやないか、うちちょっとも話してるままあれへん言いますと、もっとゆっくりして思ってんけど事務所の方暇やさか帰ってきたとか、離れて想像してる方が気がもめる、一つ家にいてたら安心やよって、邪魔やねんやったら下にいててもええとか、お前は二人きりでいてる時間あるのに僕にはちょっともないいうことをさしてくれんと困るとか、だんだん問い詰めると、ほんまはみっちゃん電話かけたのになんで早く帰ってけえへんねん、姉ちゃんの方がよっぽど実言いはる言うて怒りはるねん言いますね。一体みつ子さんのやきもちっちゅうのがどこまでが本気でどこまでが手札か分かれしませんねんけど、それがまたいかにも気違いじみ出て、例えば私の夫のことあんた言うたらもう目に涙ためはって、今では夫婦でもないのにあの人のことあんた言うたらいかん言いなさって、人のいる前ではともかくもうちわでは何ぞ他に呼びようあるやろ、孝太郎さんとか孝ちゃんとか言うてほしい、夫にしたかて私のことその子やのお前やの言わんと、その子さん言うか姉さん言うかせないかん、それぐらいはまだええとして、催眠剤とぶどう酒持ってきなさって、二人ともこれ飲んで寝なさい、あてあんたらの寝ついたん見てから犬言うて聞きなされしません。はじめは冗談か思ってましたら、なかなかそうやないのんで、特別によう聞く薬調合してもろてきた言いなさって、粉薬の包み二つ出して夫と私の前を置いて、二人ともあてに対して忠実誓うねんやったらその証拠にこれ飲みなさい言いなさるやあれしませんか、けどこの薬に毒でも入ってて自分だけ永久に眠らされるのやないかしらんと、はっとそんな気が起こりましたから、飲め飲め言いなさるほどなおのことを疑わしいになってきて、じっと三つ子さんの顔を見つめてますと、夫もやっぱり同じ恐怖に襲われたらしゅう、白い粉薬手の上に乗せたまま私たちの手にある薬の色と見比べるみたいにして、三つ子さんの顔と私の顔とじろじろ伺うてるのんです。すると三つ子さんは、なんで飲めへんの、なんで飲めへんの言うてやきもきしなさって、はあ、分かってる、あんたら手騙しててんなと身震わして泣きなさいますし、もうしょうない、殺される覚悟で飲んでやろう思って薬の包み口へ持っていきましたら、私の様子黙って眺めてた夫がその子を言うていきなり手つかんで、まあ待ってくれ、来ないなったらどっちがどうなるか運試しや、その薬解雇として飲むやないか言いますので、うん、そうしよう、そんで二人とも1、2の3で一緒に飲もうと、どうぞそないして飲みまして、毎日
朗読その32。谷崎潤一郎万事朗読その33。この光子さんの計略図にあたって夫と私とはどんなにお互いに疑い合い嫉妬しようたことですやろう。毎晩毎晩薬飲まされるたんびに寝さされるの自分だけじゃないか。夫は嘘の薬飲んで寝たまねしてるの違うやろうかと備え思ったら飲んだふうしておってしまおうとしますねんけど、美津子さん言うたらそんなごまかしささんようにじっと手元を見つめてて、まだそんだけでも心配やのんか、しまいにはあて飲ませてあげるわなと寝台と寝台の間に立ちなさって、恨み合いせんように同時に両方の手に薬持ちなさって、二人仰向けに寝さしといてあーんと口開かして薬入れてしまいなさると、今度はあの病人に水飲ます口の長いガラスの入れ物ありますやろ、あれ二つ両手に持って、そろそろとどっちが先にもならんように同じぐらいに傾けていってお湯飲ましなさるのんですが、たーんと飲んだ方が効き目ある、言いなさって、あの入れ物に二辺も三辺も入れ替えてはつぎ込みなさいますね。こっちは一生懸命にちょっとでも余計起きててやろう、寝たふりして見ててやろう思いますねんけど、寝張り打ったり横向きになったりしたらいかん、ちゃんと顔見えるように仰向きになっててほしい言うて、両方の寝台の間に腰掛けて脇目も振らんと二人の寝顔を見守りながら寝息浮かんごたり、まばたきさしてみたり、心臓に手当ててみたり、いろんなことして試しなさって、ほんまに寝入ってしまうまではそば離れなされします。そないにせんかってなんで今さら夫婦の語らいしますやろう。夫も私も今ではほっとかれたかって手を触れる気も起これへんくらいで、これほど安全な男女言うたらあれしませんのに、そうでも何でも一つ部屋に寝るのやったら薬飲ます言いなさって、だんだん効かんようになると分量や調合を取り替えなさるので、その強烈な薬のを感じ冷めた後までも残ってて、朝とこの中で目開いた時の気持ちの悪さ言うたら頭の後ろの方しびれてて手足抜けるようにひだるうて、胸がムカムカして起き上がる元気もあれしません。夫も同じように病人臭い青い顔してまだやまだ薬の味残ってるみたいに口の中にちゃにちゃさしながら、こないしてたら今にほんまに中毒起こして死ぬかも分かれへん言うてため息つきます。私はそんな様子見てると、さては夫もほんまに飲まされたのか思って帰って安心しますねんけど、疑い出したらそれがまた狂言みたいな気しますので、まあうちらなんで毎晩薬飲まされんならんねんやろ言うてやりますと、なんでやろなと夫は夫でやっぱり疑い深そうに人の顔じろじろ見ますね。うちら二人寝さしといたかって心配ないこと知れてあるやないか、なんぞ他に目的あるねんし。どんな目的や、お前には分かってるのか。うち分かれへん、あんたには分かってんのやろ。僕には分からん、お前こそ知ってるのやないか。そうない、お互いに疑ってたらきりないけど、うちどないしても自分だけ寝さされてるような気にするねんし。そら僕はと同じことや。それかて浜寺のこともあるやないか。あれがあるさかい、今度は僕の番やないか言う気するね。あんたみっちゃんの帰る時まで起きてたことないのか。どうぞほんまのこと言うてほしい。僕はない、お前はどうや。あんな強い薬飲まされたら
起きとうても起きてられへん。そんなんやったらお前も確かに薬飲むねんな。当たり前やし、この青い顔見てごらん。僕の顔も見てごらん。そんな話してる間に朝の8時頃になるときっと電話かかってきて、さあさあもう起きないかんし言われて、夫は眠たい目こすりこすり起こされてしもて、仕事なしに事務所へ出ていくか、よっぽど眠とうてたまらん時でも、8時過ぎたらあんたは寝室にいてることなら言われてますので、下の部屋へ来て縁側の統一かなんぞで寝んなりません。そないな具合で私はいつまででも寝てられましてんけど、夫の方は一層疲れ方ひどうて、事務所痛がって頭役に立てしませんさかい、自分は休みたいのんですが、あんまり休むと姉ちゃんのそばにばっかり出たがる言われますよって、大概の日は用事あってものうても昼寝しにいてくる言うて出かけますね。私はその自分から、みっちゃんうちのこと何にも言わんとあんたのことばっかり、ああしたらいかんこうしたらいかん言うやないか、あんたの方が愛しられてる証拠やし言うて頼んですが、夫にはしたら愛してるもんこないにいじめるはずない、僕を疲れさせて情欲も何も起こないように麻痺さしといて二人で好きな真似しを言う計略やないか言います。それでおかしいのは晩御飯の時やかい、お互いに睡眠剤でいい悪をしてて食欲ちょっともあれしませんのに、お腹すいてたら早う薬回りますさかい、なるべく余計食べとこうとして、どっちも相手のご飯のおかず勘定して競争で詰め込みますので、そない食べたら薬効けへんよって二人とも2膳以上食べることならん言いなさって、しまいには光子さんお膳のそばに目光らして監督してなさるようになったのです。何せあの頃の生理状態言いましたら、今考えても無事でいられたの不思議なぐらいで、いい衰弱してるとこい、毎日飲まされる薬の分量多いのんで一時に吸収できへんせいか、お昼になってもしょっちゅう意識ぼんやりしてて、生きてるのか死んでるのかわからんみたいに顔色ますます青なる、体は痩せてくる、それより困るのは感覚鈍なってくる。ところが光子さんの方はそないに二人苦しめてご飯の制限までしときながら、自分言うたら何歩でも美味しいもん食べてつやつやし血色してなさる、つまり私たちは光子さん一人が太陽みたいに輝いて見えて、どんなに頭疲れてる時でも光子さんの顔さえ見たら生き返ったようになりますので、ただそれ一つ楽しみに命つないでいる。三つ子さんもまたなんぼ神経麻痺したかって当てに言うたらはっきりするやろ、そやなかったら熱情足らんねんし、言いなさって興奮の程度でどっちパッション強いかわかる、そやさかい睡眠剤飲ますことなおさらやめられへん言いなさいますねん。まあ言うてみたら普通のパッション捧げられても面白ない、薬の力で情欲鎮静さされてしもてても燃えるような愛感じるのでなかったら満足できへん。結局二人もぬけの殻みたいにさしてこの世の中に何の望みも興味も持たんと、ただ光子さんいう太陽の光だけで生きてるように、それ以外の何の幸福も求めようにさしたいいうことになるので、薬飲む嫌がったりしたら泣いて怒んなさるのです。そらまあ自分がどのくらい崇拝しられてるか試してみて、それ愉快があるような心理、前から光子さんには会ったことはありましたもの、そない極端にヒステリーみたいなことを言い出しなさったのはなんぞ別に理由あるのに違いないので、多分綿抜きの感化やないか思いますね。というのは
最初の経験から健全な相手では物足らんように刺されてなさって、誰捕まえても綿抜きと同じように刺したかったのやないか。そやなかったらなんであない残酷に人の感覚麻痺さす必要ありましてんやろう。よう昔の話に、死霊や生き霊乗り移るということを聞いてますけど、なんや三つ子さんの様子言うたら綿抜きの怨念たたってるみたいに暇しに聞こえてきなさって、ぞーっと身の毛のよだつようなことはありますので、そない思ったら三つ子さんばっかりあれしません。 あの健全な非常識などこみじんもなかった夫までが、いつや知らん間に魂入れ替わったように女みたいな嫌み言うたり邪推したりして、青い顔にニタニタ笑い浮かべながら三つ子さんのご機嫌取ったりしますので、そんな時のものの言い方や表情の仕方や運慶らしい卑屈な態度じっと見てましたら、小姉から目つきまでとんと綿抜き息移しになってるやれしませんか。ほんまに人間の顔いうもん、心の持ちようでその通りに変わってくるもんやとつくづく思いましてんけど、それにしたかって怨霊のたたりいうようなこと、先生どない思いはりますのやろ。取るにたら迷信や思いはりますやろか。なんせ綿抜きはない執念深い男ですよ、さかい陰で私らのろてて、なんぞ怖いまじないでもして夫に生きろ取りつけたかも分かりしません。そんで私、あんただんだん綿抜きみたいになってくるわな言うてやりますと、自分でも備えを持てる言うて、みっちゃん僕を第二の綿抜きにするつもりやねん言いますので、もうその自分の夫言うたら全ての運命に従順になってしもてて、自分が第二の綿抜きに刺されること拒まんばっかりか、かえってそれ幸福に感じてるらしいて、薬飲むのもしまいには進んで飲まされることを願うようになってきまして、三つ子さんにしましたら、どうせ三人来ないになったら無事に収まるはずあれしませんさかい、もうどないでもなれ勇気でやけくそ半分になってなさって、ことによったら夫と私だんだん薬で衰弱させて殺してしまおうと、心の底ではそんな企み持ってなさったのやないか。そない思ったの私だけやのて、僕かてそれ覚悟してると夫も言うてましたぐらいで、ほんま言うたらもうじき二人幽霊のように細なって死んでしまうのを待ってなさって、その時限り自分はうまいこと手を引いてすっくり真面目な人間になって、婿さん探そう思ってなさるのやろ。僕もお前もこないに青い顔してるのに、みっちゃん一人丈夫そうにピンピンしてる様子見たら、どうやらそうに違いない気する言いますね。そんで夫も私も衰弱のあんまり楽しいことも嬉しいことも感じようになってしもたら、もうその時がこの世の終わりやと観念してて、今日死ぬか明日死ぬか思いながら生きてましてん。はあ、ほんまに私その予想の通りになって、あの時一緒に殺されたらどない幸福でしたやろう。それがこないな思いかけぬ結果になってしもたのは、あの新聞に記事出たの第一の原因ですので、何でもあれ9月の20日頃でしたやろか、ある朝夫がちょっと起きてくれ言いますよって、何や思ったら、誰やこんなもん送ってきたやつある言うて、いつも見たことのない新聞の3面のとこ広げてて、そこ覗いてみましたら、あの綿抜きに書かされた書きつけ大きな写真にして載せたって、ぎょうさんなこと書き立ててある見出しの上に赤インキで20丸の印つけてあるやあれしませんか。それも1日だけやない、
記者の手元に材料担当集まってるさかい、連日にわたってこの醜悪なる勇敢階級の罪状を摘発すべしという予告してありますので、それ見なさい、やっぱり綿抜きに騙されてたんや言いましたもんの、もうその時は案外度胸座ってしもってて、口をしいともいまいましいとも思わんと、いよいよ最後の時来たいう感じ真っ先に来ましてん。バカなやっちゃ、今更こないなことを書かして何になるん言うて、夫も血の気失せた頬べたに冷ややかな微笑み浮かべてるだけで、かめへんかめへん、ほっといたらええ言いましてんけど、そいでもその新聞言うたら信用のない小新聞でさかい、まさか世間が真に受けるはずないやろう言うのん頼みにして、何はおいても三つ子さんとこい電話で知らして、これこれの新聞うちへも送ってきたよって、みっちゃんとこいも来てへんか言うたげましたら、慌てて探してみなさって、来てた来てた、ええ販売にまだ誰も見えへんねんでん言いなさって、その新聞を懐に入れて、どないしたらええやろう言いながら駆け込んできなさいましてん。最初私らは綿抜きの売り込んだ材料やったら自分に都合悪いこと書けへんやろし、私と三つ子さんとのことなら今に始まった噂やないし、大した問題にはならんかもしれへん、まあまあそない慌てるにも及ばんやろう思ってましたので、2、3日前に三つ子さんの家へ知れた時にも、例の悪さやってるのんです、技術の署名までこしらえて写真出すやなんで、あんまり役立つですさかい、訴えてやってもよろしいんですがと、夫の口でええように言いくるめさせて、ほっと一安心してたところが、記事はそれから何日経ってもしまいにならんと、一層深刻に真相に触れてきて、綿抜きに不利な事実かて遠慮なしに暴き出したばっかりか、笠井町の宿のこと、奈良へ遊びに行ったこと、三つ子さんお腹に物詰めて夫に会いなさったこと、それが綿抜きの知ってるはずないことまでも分かってるらしいで、この調子やったら浜寺のことから狂言自殺のこと、夫家中に巻き込んだこと、何から何まですっぱ抜きそうな勢いやのんです。それにおかしいのは、三つ子さんも私もお互いにやり取りした手紙大事にしもといて、誰にかって見せたことあれしませんのに、私の方からあげた中の一通が、えらい猛烈な動きの取れん文句並べてある一通が、いつの間にやらちゃんと盗まれてて、レイレイシーに写真に出されましたので、取ったとしたら大梅殿より他にないさかい、さては綿抜きとグルになってるなあいうこと初めて気づいたのんですが、そない言うたら三つ子さんとこ暇出されてからも2、3遍私とこへ遊びに来て、用もないのにうろうろしてたことあって、なんや様子けったいな、するだけのことはしてやったのに、まだお金でも欲しいのんかいな思ってましてんけど、そないにしてやるにも及ばん思って、ついほったらかしておきましたら、何でも新聞に記事乗り出す2、3日前にやってきて、妙なこと言うて三つ子さん冷やかしたりしていいんでしもたなり、ぶっつり姿見せしません、なんちゅう恩知らずやろう、うちにいた時かて奉公人みたいなことあれへん、まるきりあてと兄弟みたいにさしといたのに、あんまりわがままさしすぎてたんやわな、飼い犬に手噛まれたこのこっちゃし、姉ちゃんにかてあないいろいろしてもろといて何不足やねんやろ、そしたらやっぱり綿抜きに買収しられたんやろか、まあ想像しますのに、新聞社では最初綿抜きの材料に基づいて調べ出してみたら、それからそいと隠れた事実分かってきたとこい、おりよう大目どん注文見つけて捕まえたのんか、それやなかったら綿抜きのやつ初めから大目どんと連絡取って、破れかぶれに自分の秘密までさらけ出して売り込んだのんか、
どっちにしたかって来ないなったらもう一刻も猶予でけへん。ぐずぐずしてたら三つ子さん一歩も外へ出られんようになるよって、はよかねての約束通り覚悟決めよう言いましたもの。そいでもどうしようこうしよう言うて毎日相談してましたら、そのうちにとうど浜寺のこと出始めまして、そいから先の出来事はどの新聞にもあない詳しいに出ましたぐらいで、先生かてようご承知ですやろし。もうもうそないにくだくだしいに過ぎ去った日のことを聞かせせんかて、なんや私もあんまり長いこと喋ったせいか絶対に興奮して辻褄の合わんこと話したような気しますねんけど、ただ新聞に漏れてること言いましたら、あの時第一に死ぬを言い出しなさって最後の手はず決めなさったのは三つ子さんでしてんねん。確か大目戸に手紙盗まれたことは分かった日に、こないなもん家へ置いといたら危険や言うて、証拠になるような踏み殻全部私のとこへ持ってきなさいましたので、やってしまおうか言いましたら、いやいや、あてらいつ何時ふいに死なんならんか分かれへんさかい、書き置きの代わりにこの記録残しとこ、どうぞ姉ちゃんのと一緒に大事に預かっといてちょうだい言いなさって、私らにも身の回りのもん整理しとくように言いつけたりして、それから2、3日目の10月28日の午後1時ごろ、いよいようちの様子おかしい、今日帰ったら出られるようになりそうな言うて来なさって、逃げて捕まえられたりしたらあかんさかい、いっそいつもの部屋で死のう言いなさいまして、それで枕元の壁にあの観音様の画像を飾って三人寄っておせんこあげて、この観音様の手引きやったらあて死んだかて幸福やと私がそな言いましたら、僕ら死んだらこの観音様三つ子を観音いう名つけてみんなして拝んでくれたら浮かばれるやろうと夫も言うて、あの世行ったらもうやきもち喧嘩せんと仲よう脇仏のように本尊の両側にひっついてまひょと、三つ子さん真ん中に入れて枕並べながら薬飲みまして、はあそらそうですね、なんでその時私だけ一人残されるいうこと思いましたやろう、あくる日目覚ました時にもじきに二人の後を思いましてんけど、ひょっとしたら生き残ったん偶然やないかも分かれへん、死ぬまで二人に騙されてたのやないやろかいう気しましたら、あの手紙の束預けなさったことにしたかて疑わしいになってきて、せっかく死んでもあの世で邪魔に知られるのやないかと、先生柿内未亡人は突然ハラハラと涙を流した。その疑いさえなかったら今日までおめおめ生きてる私あれしませねんけど、そうかて死んでしもった人を恨んだとこで仕方あれしませんし、今でも三つ子さんのことを考えたら憎い口惜しい思うより恋しいて恋しいて、どうぞどうぞ来ない泣いたりしまして堪忍してください。谷崎潤一郎、卍、全巻読み切り。